割と10月9日の夕方なんですけれども、今日は月曜日で、今日はですね、特に会議はなかったんですよね。コロナの時は、コロナ禍、まあ、なんていうかな、去年ぐらいまでは。 月曜日の午前中に学長主催の連絡会があってね、特に2020年度なんていうのは毎週月曜日朝やっていて、それが結構長い時もあったりしてね、2020年度全面遠隔授業になった時は本当に何も決まっていなかったんで、みんなで情報共有してみんなでどうしようかって考えるしかなかったんでね、その会議やらないといけなかったでしょうし、それはすごい有意義な会議だったと思いますけれども、まあ、それがもうなくなって、まあ、つまりそのコロナ禍が まあ、大学的には乗り切ったというか、なんというか、まあ、通常に戻りつつあるというか、まあ、通常に戻るというよりは、新しい、こう、ステージに入るっていうのかな、新しい、こう、大学のあり方に向かっていってるっていうのかな、変わったと思うんですけれども、まあ、今日は月曜日で特に会議もなく、授業もなかったんですけれども、月曜日の午後に、 フランス語何でも相談っていうですね。まあ、あの、相談を受け付ける、まあ、イベントがありまして。これが、あの、毎週月曜日なんですよ。で、今日は祝日なんだけれども、月曜日で通常授業日なわけですよ。 んで、通常授業日だけど、祝日だから何でも相談休むっていうのは、なんかちょっと、なんか、なんかあれじゃないですか。<laughs> なんかお前こいつめんどくさかったやろな、みたいな感じになるやろうし。で、まあその授業があるから大学に来て、そのついでに質問するみたいなケースもあるんで、まあ、あの、元々今日は大学に行くつもりだったんですよね。で、朝一普通に行きましたと。 ほんで、今日は、まあ、10月9日の天気を覚えてる人はあんまりいないと思いますけれど、東京地方の天気予報は、傘マークのみの雨だったんですよ。ほんで、最高気温も結構低めやったよね、確かね。19度。最低14、最強、最高19だったんですよ。ほんで、とにかく雨が降ることは知っていたと。だけど、まあ、気温は正直全然気にしてなかったんですよ。で、 僕はどうしたかっていうと、えっ、ー、と、今日はま、会議もなく、その何でも相談を聞いて、相談を受けて、まあ、あとは必要があれば支援センターの皆さんと打ち合わせをするみたいな感じで、これは本当に支援センターの皆さんに失礼かもしれないんだけれど、その全額的な会議があるか、センターの中での打ち合わせなのかによって、まあ、服装が違うんですよ。例えばそのネクタイをするかしないかとかね、そういうところがちゃ違ったりして、まあ、今日はだからその、<laughs> 失礼。 打ち合わせがあったとしても、まあ、身内の人たちだけなんで、まあ、ポロシャツでいいかなと思って、ポロシャツ1枚で行ったんですよ。半袖のポロシャツ1枚で行ったんですよ。そしたらね、めっちゃ寒くて、めっちゃ寒くて、なんか、あの、暖房が欲しいレベルなんです。今、ここ実は暖房ついてますけれども、エアコンじゃなくて、ね、暖房つける季節になって、今、部屋の中何度 ?20、21度か。 なんですけど、今、まあ、とにかくちょっと寒い感じがしたんで、寒気じゃないんだけど、まあ、つけないとちょっと肌寒いかなって感じがしたんでね、つけてるんですよ。だからこれでこの、僕自身が風邪ひかないようにといいと思ってるんですけれども、今日大学に行きました。で、何でもそうなっていうのは、事前予約制なんですよ、基本的に。基本的に、前日かなんかまでに予約しないといけなくて、予約状況は僕も確認できるんですよ。で、今日の午後1で予約が入っていたんですよ。 で、詳しくは言えないですけれども、この人は過去にも来たことがある人で、10月9日にまた行きますみたいなのも聞いていたし、予約システムからも予約入っていたのよ。だから僕はスケジュールにもその、えー、この人が来るよみたいな名前とかね、その質問内容みたいなメモしておいて、ある程度まあ、こちらとして今回の質問内容が分かって、相談内容が分かっていたので、まあ準備していったんですよ。そしたら朝、9時過ぎぐらいにメールが来て、まあ体調崩したのでお休みさせてください。 いう連絡が来て、あ、そうか分かりました。お大事にみたいなの返して、そうするとどうなるかっていうと、僕予定がないんですよ。 で、まあ、あの、せっかくの大学まで行ったんで、まあ、とりあえず、部屋の片付けとかをして、まあ、有意義に過ごすっていうのかな。あの、大学にいるからこそできることをいくつかやってね。だからその別に、何でも相談来れなかったのは残念だし、まあ、その人がね、なんか、あ、なんか、なんか、なんかなんかすごい、なんか、なんていうの、その、コロナとかインフルとかいう類いじゃなくてね、なんかその、治ってくれればいいなと思いましたけれども、別にその、なんていうの、休みやがったなみたいな感じは全然なくて、 ま、連絡くれてるし、あの、ちゃんと連絡を朝早い段階でね、くれたんで、別にそういうのは全然気にしてないんですけれども。まあ、でもやっぱ風流行ってる感じしますよね。ま、ああの、これもちょっと名前をないですけど、同僚のある人が、ある人って言って言、まあ、いいや、やめとこう。その呼び方を言うと多分僕が、例えば、例えばよ、えっ、ー、と、同僚とか、 後輩とかで〇〇ちゃんって呼んでる人って多分数人しかいないので、この人かこの人かこの人かみたいになっちゃうんでね。あれですけれども。まあ、とにかく同僚というか後輩のある人が、まあ、インフルにかかったらしいんだよね。だからインフルで今週1週間ちょっと大学に行けませんみたいな感じで、なんかあの、ごめんなさいっていう LINE 来ましたけど、いやいや僕に謝る必要ないんですよみたいな。ちょっとまあ、ある仕事を一緒にやったりもするんで、そういう連絡をくれたんですけれども、まあ、ちょっと ちょっと、インフルも流行ってるしね。なんか、あのー、あるとこで聞いたのは、コロナとインフル両方かかることをコロフルっていう、俺をなんか、学生に聞いたら全員知らないみたいな言ってましたけど、どこで、どこでこの言葉できたんだろうな。だからちょっと気になりましたけれども。まあとにかく皆さんもね、体調崩さないようにしてください。これが出るのでも10月の下旬ぐらいだからな。今よりも多分寒くなってるでしょうから、状況変わってるでしょうけれどね。まあ体調崩さないようにしたいと思います。 손잡았다.